はいの、パラプンテ、J2 沼チャンネルということで、今回、横浜市首位ということで、いやー、ここに来て、横浜 FC が首位に立つという J2、いやーね、面白いですね。長崎清水かと思われていたね、この、ね、優勝争い、自動昇格争いのところに、まあ、横浜 FC がじわりじわりと、ね、近づいていたのは分かっていたんですけどね、分かっていたんですけど、まさか今節5対0で勝つなんてというところでございましてね。いやちょっとびっくりでございましたけどもね。さあ、J2 では第21節の振り返り等をやっていきましょう。よろしくお願いいたしますと、いうところでこちらということで、これが、今節の、試合結果にはなってきます。ですいません、ちょっと僕の時間の都合であまりこうね試合を見ることが今回できておりません。日曜日がですけどね、ちょっと僕はね夜勤入りというところでね、夜勤入りとかいろんなことがあってあまりこう土日ねゲームを見ることができておりませんので、本当、ね、あまりこう試合内容には触れていきません。まあ見ていない試合がどうしても多いんでね、ちゅうとこで、まあ、試合内容に触れるよりも結果を見て、じゃあ今後ねどうなるかとか、なんかねそっちの方を話していこうかとね、思いますけどもね。ちゅうとこで山形仙台は1-1の負けダービーでしたね。道のくダービーというとこでございました。まあねリベンジ、山形からしたら、リベンジを果たしたかったゲームだったんじゃないかというとこですけどもね、結果はドローというとこでした。まあ、木田選手のフルスイングの一発というとこでね、まあ、これだから木田選手ね、ちょっとシーズン開幕前はね、木田選手の移籍中とかで、ちょっとね、やっぱベガータ仙台のサポーターが、ちょっと、怒るみたいなところが、ありましたも。怒るどころではね、多分当時はなかったと思うんですけどね、中とこで、しかしまあ、木田選手がね、PK 決めて、で、結果ね、前半中島選手、中島選手の調子が、いいですもんね。で、結果ね、木田選手のゴールが最後でドローという結果になりました。山形だからね、湘南ベルマーレからディサロが帰ってきますんで、本当だから高橋純也さんとかね、フォワードの選手が、いや、ディサロが来るなら俺負けられないみたいなアピールをっていうところだったかもしれませんが、まあ、得点という分かりやすいところはね、なかというところでございます。しかし、まあね、だから有田選手も途中から入ってましたね。中東でございまして、まあ、仙台もね、だから前回長崎戦ね、悔しいゲーム展開ではあったと思うんですけども、まあ、だから2試合連続で勝ちきれずというところでした。まあ、リードを守りきるというところでございまして、まあ、山形からしたらどうなんだろう、後半渡辺監督で行くのかどうかというところでしょうね。まあ、ディサロが入るんでね、そこで何かきっかけを作ることが、できればいいと思うんですけども、ただ、いや、本当渡辺監督にとっては崖っぷちの、ね、後半戦、中ところですよね。で、次、横浜 FC 熊本5対0というところで、横浜 FC が5得点で快勝というところでしたね。小川選手が2ゴール、いや、福森選手のクロスの精度はバチクソに高いですね、やっぱりね。どうしたもんかね。横浜 FC もね、やっぱセットプレーからの得点がね、多かった序盤戦なんですけど、徐々にこうセットプレー以外でも得点パターンを増やしてね、この試合は5得点、決めてますし、まあ6得点ですよね、だからね。ねえ、6連勝ですよ、6得点じゃない、6連勝ですよね。この試合もだからね、福森選手がまたコーナーキックでもね、アシスト決めてますし、やっぱ流れからでも点取れるし、まあ相変わらずね、福森選手の左足は、ね、特別なものがあるというとこですね。これでリーグ戦6連勝で一気に首位まで来たというとこですね。で、あとは新外国人選手も横浜市は加入が発表されてますんで、この辺の選手がまた点取り出したらとかね、なんかシャドータイプの選手もね、加入するっていう話なんで、まあ、今後ね、どういうふうな、絡み方をしていくかというとこですね。まあ、首位にいるのにね、前線のね、補強に成功する、これはちょっとタクラブからしたらね、脅威以外なんでもないというとこですね。で、ロアッソは熊代さんがね、先発で、入っておりましたけども、しかしまあ、結果5対0、ちょっと相性がねどうも横浜 FC とは悪いっていう話ありましたけども、結果、勝つことができるというとこでしたね。で、甲府愛媛 FC というとこで1対2愛媛 FC が勝利というとこで、これで愛媛さんは3連勝ですよね。いやーね、ヴァンフォーレ甲府は7試合ね未勝利になっちゃったんですけど、一方で愛媛さんは3連勝というとこで、ね、しかもね難敵甲府を破ると、いやーこれは甲府は監督の首がどうなるかっていうね不安なところもありましたが、前後半立ち上がり1分での両者
得点だったみたいですね。だからこれね、甲府からしたら早い時間帯に点取ってね、早いとこ追加点欲しかったですよね。やっぱり2点目取ると相手もっと前がかりになってきますんでね、前がかりになってきますんで、やっぱ2点のリード、まあ前半1分での得点なんで、愛媛からしたらね、まあまだ慌てる時間でもないっちゅうところで、前半45分はまあ、しっかりやりながらね、ヴァンフォーレ甲府のやり方見定めていて、で後半一発ね、すぐに先制点決めて、で15分以内でしたね、後半12分だったんですね。深澤選手のゴールで追加点というところで、これで3連勝だ。甲府からしたら結局ね、一発ね、開始1分で決めて以降は得点がなかったんで、ちょっとねやっぱ甲府心配になる。まあ、7試合未勝利なんで、ここでちょっと監督交代とかなんかね、だから甲府と山形は監督交代がいつ起きてもおかしくないみたいなギリギリのところにはなってますんで、まあ今後どうなるかというところでしょう。でもこれ愛媛勝ったんでね、愛媛さん勝ったんで、まあこれ全然ね、逆転プレーオフとかはね、あり得るというところです。まあ本当ね、 J2 は何か起きるか分かりませんし、全然プレーオフ圏内中というのはね、これ近いところに、まあ、最後のちょっと順位を確認していきますけどもね、まあ6位との差は3ポイント差なんでね、まだまだ分からんというところですよね。で次こちらですね、栃木千葉2対1、栃木連勝というと、ジェフ千葉を破りましたね。ジェフ千葉はね、やっぱ調子が良かっただけにね、ここでもう一発、勝ってね、連勝を伸ばしておきたかというとこと思うんですけどもね、公式戦の連勝を4でストップというとこですね。まあ、田中和樹選手のゴールで先制したんですけども、その後、大島選手、平松選手のゴールというところで、まあ、この試合ちょっとハイライトで見たんですけども、川名選手のロングスローからでした。川名選手前回かな、ゴール決めてますし、今回もロングスローから、アシスト。ロングスローってアシストつくんですか、多分つくのかな、というところで、まあ、平松選手が、ね、初ゴールというところでございましてね。でだからまあゲーム内容としても、ね、栃木が相当ジェフ千葉を、ね、まあ、押し込んでいたというところで、これで今季2度目の連勝で、ジェフ千葉公式戦の連勝が4で、止まるというところで、栃木もそうですけども、今回も、まあ、前回もそうですよね、栃木、鹿児島っていうところが、ね、降格圏に沈んでいたんですけども、この2クラブがここに来て連勝というところで、まあ、本当 J2 がね、またわけわからんことに会の方はね、なってきそうな感じが、してきましたね。中東でございます。ジェフ千葉からしたらちょっと痛い敗戦になりましたね。で、こちら。岡山、群馬1対0というと、岡山勝利。だから群馬が勝っていない、下位クラブで言うと、栃木も勝って、鹿児島も勝ってっていうところにはなってくるんですけど、一方で群馬だけがちょっとこの2試合ね、取りこぼし以上勝てていないんでね、失点がこう爆増してるわけでもね、ないんですけども、やっぱ勝ち点3っていうのは遠いという、現状になります。だからこの間まで近くにいた鹿児島とかね、栃木とかが、まあ、この2試合で6ポイント積み上げたんで、まあ、それ以前からね、しっかり負けていなかった両者にもなってきますが、まあ、ここに来て連勝というところで、これで上2つとの差が6ポイント、2試合で6ポイント離されたというのはちょっと痛いというところでしょうね。で岡山プレーオフ圏内確保というところを目指して、まあ、1対0、まあ、らしい勝利だったというところですね。で山口、岩城、03、岩城が勝利というところで、好調山口にはなってきますけどもね、谷村選手、有馬選手のゴール、まあ、有馬選手は2ゴールですよね。まあ、前半戦の主役はね、まあ、谷村選手にはなりますが、やっぱ有馬選手もね、俺もいるっていうところをね、しっかりアピールというところでしたね。山口はね、だから後半戦に関して山口が一つね、どんな、戦いをするかというところが注目点でありました。まあ、群馬戦は前回勝っていますんでね、まあ、ジェフ千葉に敗れて、ね、その後群馬に勝ったんで連敗しなかった。一方でまた岩城に今回 0-3 で敗れてしまったんで、次からが水戸、鹿児島っていうところですよね。比較的順位が低いところとの、試合が続いてきますんで、ここしっかり山口は立たすことができるかどうかというところでしょうかね。で
長崎風樹2対0というところで、これに関してはメインチャンネルで増えてますんで、さらっといきますけれどもね、まあ前半は長崎のゲーム展開、まあ何点入るんだっちゅう、3点、4点、5点入るんかっちゅう雰囲気の中から後半45分は完全に藤枝のペースでしたね。まあそこをしっかり、特に左の榎本ウェンデルのところね、長崎があんまりこう抑えることができずね、やっぱ今年の長崎の課題ですよね。悪い時はもう45分ぐらい、まあ引きずっていくみたいな、試合が何試合かあった長崎には、なんていうかなかなかないですよね。正直他のクラブでね、悪い流れを45分は言い過ぎかな、まあでもね、まあ45分間前後半の長い間はね、悪い流れのまま行くクラブはなかなかここないんですけどね。ただまあやっぱ悪い流れをどう断ち切るかっていうところが長崎の回かなっていうのはね、感じるところにもなってきますが、長崎は水曜日にね、いわき戦があります。このいわきに勝てば単独首位になりますんで、さあ重要な水曜日のゲームはどうなるかというところですね。で鹿児島大分方が3対0。大分はなんかよく退場者を出すなっちゅうイメージで、まあ、僕は九州勢は総じて応援をしてます。まあ、地元長崎とかはね、僕は昔ね、命を助け合ったね、湯布院でね、本当に命を助け合ったね、湯布院中町がね、大分にはあるんですけどね、だからもう大分とかも応援してますし、鹿児島とかね、動画にあんましないだけでね、毎試合結果気にしてるというところにはなってきますが、にしても大分がね、どうしたもんかね、ちゅうところ、本当今年大分は退場者を多く出してんなっちゅうところにはなってきます。この試合も退場者がね、2名というところでね、やっぱ2名出すとそれはね、勝てんよねっていうところで、まあ3失点、まあダービーでの敗戦は痛いというところで、大分も8試合勝ちがない、片野さんが特にね、復帰しているんですけどね、しかし思うように勝ち点が伸びず、まあ、怪我人の影響とかももちろんあるんでしょうけど、また、後半戦はどうかね、来季につながる勝利、ちゅうところを期待したいかなというところでしょう。ただ鹿児島まず残留というのが今シーズンはあります、残ってますんで、鹿児島は残留、大分プレーオフはちょっと厳しいかな。本当ね、勝ち続けることができればね、こう4連勝して、4連勝1敗4連勝1敗とかなんかそんな感じ、なんかね、もう負けるのはしょうがないけど、でもやっぱ連勝はね、まあ必要だねっていうところにはね、なってきます。まあ 4,5 連勝がやっぱ必要になるぐらいの差が、大分もね、つきつつあります。まだまだ上位との差はね、まあない泣きにしまらずっていうかね、まあこう15ポイントも16ポイントも離れてるわけではないんですけど、にしてもちょっと最近の結果としてね、どこで立て直すかというところにはなってきますんで、さあどうなのか、まあ、本当ね、4連勝5連勝一発どっかでかまさんときついんじゃないかというとこですよね。まあ、それよりも降格圏の方がね、近づいてしまっているという、大分にはなってしまってますよね。でこちら、秋田清水が3対1というとこで、清水はどうした、アウェーで勝てていないぞというとこで、これで清水アウェー4連敗ですかね。確かそんぐらいね、清水勝っていないですよね、アウェーゲームでね。どうしたもんかねというとこでしょう。これだから、まあもともと清水とね、秋田の対戦ってね、去年の2試合はまあなんか秋田がやっぱいいサッカーを見せていて相性が悪いのかなっていう、清水目線の話ではあったんですけども、前回愛媛戦も3失点、今回も秋田戦3失点、アウェー、いずれもアウェーで3失点というとこですよね。でその前もね、横浜 FC とか山口にも複数失点して負けていますんで、まあちょっとこのアウェーだけなんか勝っていないというところですね。このアウェーゲームね、どう乗り切るかというところだから、清水もずっととか、この1ヶ月以上連勝がないというところで、まあね、これで3位転落、まあ本当昨年の悪夢だけは避けたいというところでしょう。さあ巻き返しになるかと、巻き返しというか、まあどうだろうな、これちょっとアウェーだけなんでこんな弱いんだろうというところでしょうね。で徳島水戸1対0というところで、徳島、完封勝利というところですね。ちょっと悪い流れがね、徳島もついていたんで、ここで一発勝つことができてよかったなっちゅうところでしょうし、水戸からしたらね、こう残留圏内、まあ暫定じゃねえや、残留中ところより確実にこうね、近づくためにやっぱ連勝したかったというところだったかもしれませんけども、しかしまあ最後の方、坪井選手のゴールで、徳島が勝利という結果になりましたね。これで徳島順位を一気に上げてますし、水戸からしたらやっぱ連勝したかったなっちゅうところでしょう。だからまあね、秋田に勝って徳島にも連勝っていうのが一つね、狙いであったと思うんですけど、しかしまあね、次が山口戦ですよね。だからまあ山口上位とのクラブとの前にしっかり、順位が近い者同士勝っておきたかったけど思うんですけど、勝ち切るというとこでしたね。はい、では最後順位表を見ていきましょうかね。こちら
これが、J2 順位表というところでございます。だから首位がね横浜 FC というところでね、まあ、僕は地元が長崎なんでね、地元が長崎なんでビハレ長崎も応援をしている、鳥栖に住むね、長福岡にも10年住んでた、浦和レッズサポーターというややこしい僕にはなんですけども、だから長崎が首位に立つかなと思っていたんですけどもね、まさかね1位と3位が入れ替わるみたいな、で長崎は据え置きみたいなことになるとはなんかね思わなかったんですけどね。しかしまあね得失点差の関係で長崎だけ順位が動かず、なんかね自分の背後にいた人とね前にいた人だけ入れ替わるみたいなね展開になってますけどもね。そういうところでございまして、まあ勝ち点43、しかし暫定順位表なんで水曜日のいわき戦で勝てば単独集中長崎に、なってきますんで、さあ次どうなるか本当重要なゲームですよね。で今回、仙台が勝てずレノファ敗れてっていうところだったんで、ジェフ千葉からしたらねプレーオフ圏内に顔出すチャンスであったんですけども、ジェフ千葉自体も勝てずというところで、ちょっと目の前でね、自分たち次第ではプレーオフ圏内に入れたところっていうところだったんです。ちょっと悔しいんじゃないかというところです。で水曜日、そのいわきがまたゲームありますんで、水曜日いわきが勝てば勝ち点34で、6位の山口と並びますし、まあ勝つってことは得失点差が増えるというところなんで、まあだから山口を抜くと、だからいわきからしてもね、まあ長崎はね、首位というのは勝ってます。単独首位がかかってますし、岩城からしたらねプロフ圏内に顔出すかどうかっていうのがね勝ったゲームにはなってきますんで、両者本当に重要なゲームというのは水曜日にはなってきますね。で愛媛3連勝勝ち点31なんで、6位との差が3ポイントまで来ましたね。で秋田も20、ここまでわからん、全然6ポイント差なんでわからんというとこですね。で僕徳島に関しても9ポイント差、まあここら辺まではねなんか勢い的にねわからんと、なんかこう徳島まではねこう勢いが、徳島に関しても秋田に関してもねなんかやっぱりこうしっかり勝っているんで勢いがあってね、勝ち点差的にはこの11位の徳島まではねまだまだわからんのかなっていうところにはなってきます。一方でね甲府大分この辺はずっと勝てていないんで、徳島との差1ポイント差しかないんだけども、しかし今ちょっと勢いとかねこう安定して勝ち点を積み上げるっていう意味では徳島とかそれより上のクラブの方が勢いがあるんで、ちょっとこの11位と12位のところはこう勝ち点とか順位以上になんか調子のね差があるのかなっていうイメージにはなってきますし、まあ監督交代であれってあんだけ勝ててなかった徳島が気づけばね甲府大分この辺を抜くというとこでございますね。でその大分苦しんでますね。だからまあ、甲府までか、18位の熊本から12位の甲府までは、1試合で追いつける差というところです。もちろん得失点差の関係とかでこの間にいるクラブの試合結果にもよりますけども、だからまあ次ロアスと水戸この辺がね勝てばで上位の上位というか甲府大分藤田この辺結果残せなかったたらっていうなんかね怖い想像がねちっと働くというところにもなってきますけれども、さあまあ J2 ねどうなるか、本当ね上もそうですけど下の方がねなんか J2 っぽくなってきたちゅうところですけれどもね。はい、ということでご愛用です。以上パラブンテ J2 のまちゃんでございました。よかったチャンネルマスその